朝か。うーん。さて、朝飯作るか。よーし、今日も美味しくできました、と。おい、おめえら、朝飯できたから運んでくれ。あれ、なんか嫌に静かだな。お？誰もいね。まさかあいつら、全員が揃いも揃って寝坊？家のどこにも、誰もいね。なんでこんなことになってんだ？俺の知らない間に何かあったのか？それとも、これは夢か？夢なら、頬をつねっても痛くねえはず。ってことは、やっぱり夢じゃないんだよな。そうだ、電話！親父の携帯に電話してみりゃいいじゃねえか！でね。なんでだ、クソ！大掛かりなドッキリなんてオチは！いやいや、まさか、いい年した大人がそんなアホなことするわけ。いや。あいつらならあり得るか。とにかく、ここでじっとしててもしょうがねえよな。外に探しに行ってみるか。外にもいねえな。あいつら本当どこ行っちまったんだ？ん？あれ？なんかこれ、おかしくねえか？人っ子一人通らねえ。いや、そんなバカな。落ち着け。今何時だ？朝の8時か。この時間なら、いつも通学途中の奴らや、通勤途中の大人がいるよな。だいたい車だって1台も通ってね。まるでこれじゃ、俺以外誰もこの世界にいねえみてえじゃねえか。学校はどうなってんだ？嘘だろ？ここにも誰もいねえ。ねえ。マジで？こんな冗談、勘弁してくれよ！誰かいるか？おのでら？一条くん。ああ、よかった。小野寺がいた。このまま誰もいなかったらどうしようかと思って。小野寺？怖かったよ。家からここまで誰とも会えなくて、もしかしたら一人ぼっちかもって思って。小野寺も同じ状況か。よかった。一条くんが来てくれて。小野寺、震えてる？俺もそりゃ正直怖かったが、小野寺みてえな女の子だったら、もっと心細かったよな。俺なんかで慰められるかわかんねえけど。やっぱ震えてる。小野寺の手、小せえな。あのな。はい。俺も、今の状況がどんなものか、ちゃんと理解できてねえんだけどさ。でも、どんなことがあったとしても、俺が小野寺のこと、絶対に守るから。一条くん。だから、安心してくれよ。な。わかった。ありがとう、一条くん。ちょっとだけ落ち着いてきたよ。あ、小野寺、笑った。そっか。ならよかった。うん。
てちゃんと考えないと、だよね。そうだな。小野寺も俺と会うまで誰にも会わなかったんだよな。うん、そうだよ。一条くんも？ああ、誰にも会わなかった。そっか。みんなどこへ行っちゃったのかな。もしかしてこれ私の夢なんじゃ。ちょっとほっぺたつねってみるから待ってて。あ、小野寺、ちょっと痛かった。ああ、実はさっき、俺も同じことやったんだ。お主ら、何をしておるのじゃ？この声、頭！人間の間では、ほっぺをつねるのが流行っておるのか？そんなわけねえだろ。これは夢じゃねえか確認するための古式ゆかしき方法なんだよ。いや、そんなことよりお前もいてくれたんだな。あの一条くん、この子は？わらわはこの地の社に住まうお稲荷様じゃ。名はタマという。おタマと呼んでくられ。お稲荷様？わかりやすく言えば、狐の神じゃな。まだ見習いじゃけど。ああ、いきなり言われてもわかんねえよな。俺だって最初お玉から話を聞いたときはわけわかんなかったし。なあお玉、今朝から俺たち他の誰にも会えねえんだ。何がどうなってるのかさっぱりなんだが、もしかして何か知ってることはあるか？もちろんじゃ。わらわは何でも知っておるからの。おお、マジか。教えてくれ。えっへん、聞いて驚け。この世にお主たちしかいないようにしたのはわらわなのじゃ。は？わらわが願いを叶えたからこそお主たちはこの世界におるんじゃ。皆の衆がどこかへ行ったというよりは、お主たちだけがこっちの世界に来とるんじゃよ。え？元の世界ではみんなしっかり生活しとる。じゃから安心せい。え？じゃあ本当の世界では俺たちが行方不明になってんのか？いや、元の世界とこことでは存在する位相が異なるゆえ、時の流れも同期せぬ。よって、いつ戻っても問題はないのよ。また、本当まだよくわかんねえんだが、この状況はお前が作ったってそういうことなのか？さっきからそう言っておるじゃろが。いいかいの悪い男じゃな。いや、そんなこと言われても簡単には信じられねえっつか。あ、でも、つうことは、俺たちを元の世界に戻すことだってできるんだよな。はいよ。は？願いが成就せんことには術は解けんよ。わらわ、こう見えて修行中の身じゃから。なんだそれ。つうか願いってなんだよ。言うとらんかったか？多くの者の願いを叶え、徳を積んでいくことこそがわらわの本業。その積み重ねにより、やがて千個へと昇華することこそが、わらわの目的じゃ。よくわかんねえけど、つまり、お前は修行の一環として誰かの願いを叶えた。で、その結果が今この状況を生んでいる、と。そういうことか？しかり。じゃあ、今度は俺が願う。この世界を元に戻してくれ。それはできん。原則として先の願い優先じゃからの。お主の願いが先の願いを打ち消すものである以上、聞き届けられるのじゃ。そんな！じゃあ誰かが一条くんと私だけ別の世界に移動させるように願ったってことなんですか？悪いが、
願いの内容を他人に漏らすのはご法度なのじゃ。じゃが、誰のどんな願いかは願掛けした本人がよーくわかっとるはずじゃよ。願掛け…お稲荷さん…あっ！先ほども言うたが、願いが成就すれば術は解ける。じゃから安心せい。ではな。お前どこに行くんだよ。まだ話は終わってないだろ。わやわがここにいること自体、願いの妨げになっているのでな。この世界なら、お腹が空くことはないし、トイレに行きたくなることもない。じゃから、安心して頑張るのじゃぞ。ほら待てよ、おたま。頑張るって何よだ。はぁ、あ、ったく、行っちまったよ。小野寺、話ついてこれてるか？急にわけのわかんねえ狐娘にあんなこと言われても混乱するよな。あ、うん。ちょっとびっくりしたかな。だよな。でも、ほっとしたかも。え、どうして？どうしてここに来ることになったのか。一応説明してもらえたし、それにみんなが無事でいるって分かって本当に良かったなって。小野寺、こんな時でも自分のことより他のみんなのことを心配して。一条くんどうかした？いや、小野寺ってこういう時順応性高いんだなって、ちょっと意外っつうか。え？ああ、ううもちろん、いつもならこんなこと信じられないだろうなって思うんだけど、なんか、今日朝からずっと驚きっぱなしだったから、そんなことがあってもおかしくないかなって。そうか？すげえな、小野寺。俺にはさっぱりわけわかんねえ。こんな世界に俺と小野寺だけ飛ばして、一体誰に何の得があるんだか。本当？一体誰の仕業だろうね。こんな迷惑なこと願ったやつ、見つけたら絶対ぶん殴って。ん？俺は誰にも邪魔されず、小野寺と付き合いたいんだ！うるさいぞ！うわあ、あれか、あれなのか。誰にも邪魔されずって、それが極端な形で叶ったって考えりゃ、確かに辻褄が合わんこともない。つうことは、あれか、あとは小野寺と付き合えるようになれば、つまり告白して受け入れられれば、この世界から出られるってことか。だが、もし小野寺が本当は俺のこと恋愛対象として見てなかったとしたら、俺は失恋、おまけに元の世界にも戻れねえかも。いやいや待ってくれ、そんな大勝負まだ心の準備が。お玉の言ってた願いってのには、どうにも心当たりがねえしな。どうしようか。そうだよね。ひとまず、願い事の話は置いておこうか。せっかくの機会だしな。学校の中ぐるっと回ってみようか。こんな世界に来られることなんて、めったにねえことだしさ。そうしよう。ああ、なんつうこった。犯人は俺かよ。つってもな、告白するチャンスがあったら頑張ろうって思ってたのも事実だし、ここは前向きに、小野寺に告白する機会を伺おう。本当に誰もいねえんだな。何の物音もねえから、足音がすげえ響く。そうだね。いつもならこの時間は野球部が部活やってるし、ここまで静かだと
すごく不思議な気分になるね。さっき一人だった時は、こんな風に廊下を歩くのもすごく怖かったんだけど。でも、一条くんと一緒だと怖くないね。あ、そっか。いや、こんな状況で当然のこと言われてるのはわかってるが、好きな子からそんな風に言ってもらえるのは、すっげえ嬉しいな。俺もさ、さっきまではわけわかんねえ不安でいっぱいだったけど、小野寺がいるおかげで、落ち着いていられるぜ。そう？あ？なんでニヤニヤしてんだ？ああ！そんなことないよ！おかしいな。そう！きっと、気が抜けちゃって、顔も緩んじゃったのかも。そうなのか？よっぽど心細かったんだな。巻き込んじまって、すまねえ、小野寺。一条くん、おたまちゃんのこと、前から知ってたんだよね。ああ、俺の作った稲荷寿司が気に入ったみたいで、一度食わせて以来、懐かれちまって。そうなんだ。神様に気に入られちゃうなんて、一条くんすごいね。一条くんの稲荷寿司か。きっと、ものすごく美味しいんだろうな。よかったら今度作ってこようか？え？いいの？もちろん。最近お玉にせがまれてしょっちゅう作ってたから、具材とか酢の塩梅とか研究したんだ。だから多分、普通にうまいって言ってもらえると思うんだよな。一応自信作だぜ。ありがとう。すごく楽しみだよ。ねえ、覚えてる？前に、ルリちゃんにお願いされて、水泳部の練習試合に出ることになったとき、一条くん、付きっきりで教えてくれたよね。ああ、もちろん覚えてるぜ。あんとき、小野寺の水着姿、すんげえ可愛かったっけ。せっかく一条くんに教えてもらったのに、結局最後まで完璧には泳げるようになれなくて。本当はね、あの時すごく悔しかったんだ。そうだったんだ。俺はそんなこと全然気になんなくて、むしろすげえって思ってたぜ。え？小野寺ってさ、いつも一生懸命だよな。金槌だっつってたのに、それでも、できる限り頑張ろうとしてたろ？俺は、小野寺のそういうところ、いいなって思うよ。ってしまった！今のほとんど告白じゃねえか！いや、意識しすぎなだけか？そうでもねえのか？つか、今日告白しようとか思ってんのに、こんなことでビビってる場合じゃねえだろ！一条くん。そんな風に言ってもらえるの、私、すごく嬉しいよ。ありがとう。ああ。小野寺、顔、赤い？ああ、よく歩いたな。そうだね。理科室の人体模型、ちょっと不気味だったな。俺は何気に男子トイレが怖かった。幽霊出てきそうで。そういうこと言わないで。私も意識しちゃうよ。わりわり。さて、一通り学校は回っちまったし、次は何をしようか。そうだな。あ、屋上で夕焼けを見てみようよ。屋上？わあ、夕焼け綺麗だな。本当だね。
この世界でも第四はちゃんと動いてて本当によかったよ。うん、本当そうだよね。あれ、小野寺、なんか黙り込んじまったな。どうかしたか？うん、ちょっと思い出しちゃって。思い出すって何を？あの、ロミオとジュリエットの一緒にここで演じた時のこと。ああ、ジュリエット服姿の小野寺とロミオ姿の俺で文化祭の後に演じたあれだよな。あれ?なんかあの時の恥ずかしさというかくすぐったいような気持ちを思い出しちまった。そうだよな、思い出しちまうよな。ちょうど時間帯も同じだったし。そうそう、あの時も言ったけど、私本当に嬉しかったんだ。今あの時の気持ちを思い出したらなんだかこそばゆくなっちゃって。変なことを言ってるよね。ごめんね。いや、変とか思わねえって。むしろ嬉しいし。そうかな。愛しのジュリエット。僕は君と僕とを隔てるすべてが憎い。なぜ神は僕たちにこのような試練を与えるのだろう。いや、なんでもねえ。ああ、なぜ私たちの両親は憎み合い争うのでしょう。本当ならきっと私たちのように手を取り合い思い合うこともできるというのに。私のロミオ様を思う気持ちの半分でも理解してもらえたならきっと。なんて小野寺、やっぱりくすぐったい気持ちになっちゃうね。ちょっと恥ずかしい。そうだよな。なんでだろう。文化祭っつったら、ついこの間のことなのに、なんか、懐かしいな。だね。毎日すごく早く過ぎてく気がするよ。きっと、みんなと一緒にいる時間が楽しいからだね。そうだな。で、もうちょっと劇の続きをするか？え？ああ、いや、やっぱやめとくか。あ、ううん。いいよ、続けよ。うわ、すげえ嬉しそうに笑ってくれた。よし、じゃあ二人しかいねえけど、よろしく頼むぜ、ジュリエット。よろしくお願いします、ロミオ様。あれ、もうこんな時間か。え、もう12時？時間経つのすごく早いね。お玉が言ってた通り、全然腹減らねえんだな。小野寺も大丈夫か？うん、大丈夫だよ。意外と便利な世界なのかもしれないな。なんて、不謹慎だよね。ごめん。いや、俺も正直そう思うけどな。でも、小野寺への告白、いい加減した方がいいよな。でも、できればもっと自然に
小野寺に告白したいって思える時を待ちたい。不自然な流れで行っちまうのは、元の世界に戻るために小野寺への告白を利用してるみたいな気がするっつうか。こんなのはただの俺の自己満足かもしんねえけど。一条くん、急に黙り込んじゃってどうかした？いや、なんでもねえよ。小野寺、そろそろ寝るか。違う、そういう意味じゃねえ。小野寺、よかったら保健室のベッドで寝てくれ。俺はここで寝るから。でも。いや、全然俺はここで大丈夫だから。なんなら廊下でもグラウンドでもどんどん来いだぜ。ちょっと待って、そんなことしたら一条くん風邪ひいちゃうよ。そっか、それもそうだよな。とにかく俺は小野寺に指一本触れねえから。じゃあ。うわぁ、ちょっと待って、一条くん、私の話を聞いて。なんだ？あの、できれば。一緒に、しばらく話しててもいいかな。そうか。そうだよな。考えてみりゃ、こんなわけわかんない世界で一人ぼっちになるなんて、やだよな。おう、わかった。じゃあ、今夜は一緒に話してようぜ。うん。ありがとう、一条くん。一条くん、そんなことがあったんだ。ほうよ、今となっては笑い話だけど、あの時は顔から火が出るくらい恥ずかった。それはそうだよね。深夜の学校で小野寺と二人並んで、教室の壁にもたれてダラダラトーク。いい！この状況マジでいいぜ！もう俺はこのまま時間が止まってしまっても悔いはないかもしんねえ！ねえ、うちのもんが。小野寺？しまったのか。そりゃそうだよな。今日一日きっとすげえ気張ってただろうし。つか、小野寺の寝顔。いかん、神道滅却だ俺。むにゃ。小野寺の頭が俺の肩に。自制心な俺、小野寺に嫌われるわけにはいかねえ。ここは絶対真摯な俺で通すんだ。耐えろ俺。おう、起きたか？私、いつから一条くんにもたれかかって寝て、ごめんなさい！一条くん重かったよね！全然平気だぜ！ノープロブレム！実は貫徹だけどな！小野寺の息遣いとか気になって眠れなかったぜ！そう？でも、私、寝てる間、何か寝言喋ったりとかしてなかったかな。お、全然大丈夫だ。俺は何も見てねえし、何も聞いてねえから。そっか、ならよかった。
一条くん。私さっき、夢を見てたんだ。夢の中で、私は学校にいたの。一条くんやルリちゃん、ちとげちゃん、みんなでいつもみたいに笑ってたよ。目が覚めたはずなのに、こっちの世界の方が夢みたいだね。ううん、夢といえば夢みたいなものなのかな。よくわからなくなるね。ああ、そうだな。小野寺？あのね、一条くん。私、一条くんのことが、好きだな。今、なんて。聞き違い、じゃないよな。マジでか！小野寺が、俺のことを、好きだと？やった。やべ、これは本気で嬉しい。俺たち、これから付き合えるんだ。付き合え、る？俺は誰にも邪魔されず、小野寺と付き合いたいんだ！うるさいぞ！今のこの世界は、俺の願いを聞いたお玉が作り出した世界。俺の願いは、誰にも邪魔されないこと、そして、小野寺と付き合いたいってこと。一条くん。小野寺、それは本当に、お前の心から出た言葉なのか？もし、俺の考えが合ってたとしたら、俺の願いが、小野寺の心までをも操って、こんな告白をしてもらってるんだとしたら、どうする？この告白は受け入れていいのか？ダメだ。この告白は受け入れたらダメだ。ごめん。俺の自分勝手な願いのせいで、小野寺の心を操っちまうなんて。小野寺、本当にごめん。俺そんなつもりじゃ。俺、小野寺のことを、いいの。え？それ以上言わなくていいよ。一条くんの言いたいこと、ちゃんと分かったから。だから、私、ちょっとだけ。あ、小野寺！違う！待ってくれ！俺は！ごめんなさい！今は放っておいて！小野寺、俺が傷つけちまった。おたま、いるんだろ？ヤク、なんでこんなことになっとるんじゃ？てっきり、お主はあの娘のことが好きなのかと思っておった。
じゃが、違ったのかな？そうじゃねえよ。好きだよ。俺は、小野寺のことが大好きだよ。え？じゃあどうして断ったんじゃ？おなごの方から好きだと言われ、それを断っておきながら、やっぱりその子が大好きじゃという。お主の言うことは破綻しておる。わけがわからんぞ。はっ。そりゃお前は神様だからな。わかんねえだろうよ。お前、あの時、俺の願い事聞いてたんだろ？お主の願い事？とぼけんじゃねえよ。俺が小野寺と付き合いたいなんて言うから、お前その願いを叶えてくれたんだよな。小野寺の心まで操ってさ。でも、それじゃ意味ねえんだよ。はて、お主、何か勘違いしておるのではないか？勘違い？わらわは、お主の願い事なんぞ、何も聞いとらんよ。少なくとも今回はの。何？こたびわらわが叶えたのは、あの娘っ子の方の願いじゃ。この閉鎖された世界で、お主らを二人きりにしてやっただけ。それ以上のことは何もしておらぬよ。ちょっと待てよ。だってお前あの時、俺の願い聞いてたろ？知らん。あの時とはいつじゃ。ほら、稲荷寿司を食いながらうるさいとかなんとか。ああ、あの時か。なんだか規制を上げておったようだが、内容は聞き取れなんだぞ。ええー、ちょうどその頃、娘の方も我が社にて願をかけておったのじゃ。わらわは修行中の身ゆえ、同時に二人の願いを聞き分けられるほど器用ではない。つまりだ。小野寺のさっき言ってくれた言葉は、操られて言った言葉じゃなくて、本当の小野寺の気持ちだったっていうことなのか？そうじゃ。あの娘は自分の気持ちを素直に言っておっただけじゃよ。そんな、じゃあ俺、小野寺になんてこと言っちまったんだ。あ、くそ、小野寺！やれやれ、よくわからんが、うまくいくとよいの。オラデラ！返事してくれ！オラデラ！オラデラ！いねえか。やっぱ行った方がいいのかな。それは、気にならないって言ったら、ちょっと嘘になる。くそ。オラデラ！ここにもいねえ。すごいね。あんな怖そうな人たちをちゃんと仲直りさせちゃうんだから。ううん。すごくかっこよかったよ。小野寺、いたら返事してくれ。私ね、傷だらけでも汗いっぱいかいててもどんな一条くんでもいいと思うよ。どこだよ小野寺。ここにもいないか。うん、すごく嬉しいよ。もしかしたら来てもらえないかもって思った。そんなわけねえだろ。小野寺が呼んでるのに行かねえとか、そんなの絶対ねえよ。そうだね。一条くんは、そういう人だよね。私、一条くんがそういう男の子だって知ってたから。俺のバカ野郎。
なんだよ。小野寺はちゃんと、俺に気持ちを伝えてたじゃねえか。ずっと、伝え続けてきてたじゃねえか。今になってそれがわかるなんて、遅すぎるっつーの。いや、違う。遅すぎるとか言うな。今本当に辛い気持ちでいっぱいなのは、俺じゃない。小野寺の方だ。一刻も早く、見つけるぞ。小野寺。一条くん。よかった。戻ってきてたんだな。もしかして、探してくれてたの？ああ。でもそれは、小野寺の気にすることじゃねえよ。さっきのは、俺が全部悪い。そんなことないよ。一条くんは何も悪くなくて。この世界もきっと、私のお願いのせいなの。この前、お社で願い事をしたの。きっとそれがおたまちゃんに届いて、それで、こんなことになっちゃったんだと思う。一条くんにしてみたら、本当に迷惑な話だよね。本当、ごめんなさい。迷惑なんかじゃねえよ。慰めてくれてありがとう。それと、さっきは、逃げてごめん。ちゃんと、一条くんの気持ちは分かったから。だから、これからも、友達でいてくれると、嬉しいです。小野寺、なんでこんな時に笑えるんだよ。手とか、震えてるじゃねえかよ。笑うなよ。そんな泣きそうな顔して、笑わなくていいよ。俺は。一条くん。さっきは、本当にごめん。小野寺が言ってくれたこと、本当はすっげえ嬉しかったよ。でも俺、ちょっと、余計なこと考えちまって。もしかして、俺の願いが、小野寺の心を操っちまったんじゃねえかって。告白してくれたことも、小野寺の本当の気持ちじゃないんじゃねえかって。ごめん。俺、本当にバカだった。一条くん、それって。小野寺のこと傷つけちまった俺が、こんなこと言える立場じゃねえことは分かってる。だが、ちゃんと言わしてくれ。俺、小野寺のことが、大好きだ！
新しいプライズが解放されたようだな。新しいプライズが解放されたみたいね。新しいプライズが解放されたみたい。新しいプライズが解放されたようですね。新しいプライズが解放されたみたいね。新しいプライズが解放されたみたい。ニセ恋、嫁入り？クリア、おめでとう。これからもずっと一緒だよ。